ちょっと無理。今回は信長の野望新生パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は北陸方面を固めつつ、伊勢を制圧したところまで。もう少し行けるかと思ったが。まだまだ織田家は頑強でー。武将も海戦から数えると70人ほど処理したか。優秀なのを筆頭にな。それで少しずつ戦いやすくはなっているが。正直まだまだってところを。豊臣家をうまく使いつつ、攻略を進めたいところだな。今は伊勢制圧の傷を癒さなきゃないけど。結構な深手だったからな。満月の力で織田家も当分動けないとは思うけどな。それが救いなんだぜ。うちが弱体化させたことでまた豊臣家が勢いづいた。今度は結構攻め取れるかな。あれ、春政さん。成就にしたがそろそろ限界か。満月パワーがなくなるのはまずい。娘や南部家出身の方々がいるからなんとかなるとは思うが。まだお亡くなりにならないでくれよ。うちとしては豊臣家支援はする気がないのでー。柴田家を処理していくんだぜ。織田家に1条だ2条奪われてるけど。情けない奴らめ。もう少し粘ってくれればなー。金ヶ崎城あたりがあれば、北陸ルートで豊臣家と繋がれるチャンスがあったんだが。当然仲良くする気はないけど。猿と仲良くはできないだろ。当然だよな。柴田家は増山城防衛に全力を出してきたみたい。問題は数えても7部隊しかいないことなんだぜ。威風弱さん止まりか。あとは増山城の場所が悪くて敵をおびき出せないというのも痛いんだぜ。無駄に腰兵糧を消費する。と厳しいか。もう少し集結を問いたいけど、南から攻めたのがまずかったな。富山方面から攻めればこんなことにならなかったのに。横着してしまったな。命令を下され。少しでも部隊数を増やしてこれでなんとかするか。了解。1部隊足りないだけど、戦場は少し戦いづらいかも。高所があるコブの木は相変わらず活かせんしな。さらに活兵が突撃してきてるのもまずい。うまく戦わないと飲み込まれそうなんだぜ。いい感じに高所を活かせてるけど、高所要員が不足していまいちなんだぜ。の気持ちでは耐え忍ぶ作戦で、二人交代で疲れたら交代してなんとかするんだぜ。まず一つ息子を討ち取った。親父もすぐに後を追わせてやるんだぜ。厄介なのは本当にでかいこと。一万超えがデコなのか。そう思うくらいにみんなでかい。そして勝家が突っ込んでくる。根性さんは撤退。帰る役は自由に帰ってくれ。ここで根性さんが撤退。忠誠が低い役は助かるんだぜ。あとはの木口狙いで突撃だ。消耗したら元も子もないからな。の木口2個破壊してなんとか勝利。悪くないかもだが、存在は見たくないかな。大趣味の戦働きであったぞ。結構なものでー。柴田家に比べれば大したことないかもだが、綱重がお亡くなりになったらかなりヤバいかもな。宇治康息子シリーズに期待するしかないんだぜ。あとは威風弱さんだ。我が船ここまでも引き続き落とせず。場所が悪かったな。本当にな。ありえぬ。ここからは地道に攻めていくしかないな。金沢ごぼうが本拠地か。攻城戦で稼ぎたいところではあるな。ちなみに西の情勢はほぼ動かず。まだ織田家が耐えられるのか。驚きの一言。まずは増山城を攻略。七尾城への攻め入ってるから早く落とせよう。能登制圧があるからな。金沢ごぼうでの攻城戦を意図して、うまく攻城戦ができるように立ち回るんだぜ。ここで七尾城主の本城さんが降伏してきた。よしよし、掌握維持で許してやるんだぜ。内政の手間を減らせるありがたさ。血気があるヤバい人だがな。総数的に血気持ちが何人いるのか。そこは気になるな。じゃあ、これであとは解雇です。今だけ喜んでおけ。七尾城攻略。松並城を攻略する腰兵糧があるからな。城兵が回復するのを待って。
金沢ごぼうを包囲して工場線で威風中を狙っていくんだぜ。少しでも省エネで攻略したいから、腰兵糧も補充したいしな。金沢ごぼうは防衛準備が整ってなかった。これはこれで士気が心配になるな。速攻で攻略しないとまずいかも。障害物がないからとにかくかけるのみだな。動くべき時ぞ。そのまま城門を攻撃してしまえ。それでもいいかもな。城門前が乱戦に。大丈夫だとは思うが。続け。まずい地図隊撃破。そのまま設備を破壊して城門へ突入するんだぜ。あの乱戦から部隊を引き剥がさないとな。それでよし。よく見たら城門前での乱戦だったのか。うまく支援ができていなかった気もするが。どうかご命令。今からきちんと支援していく。通り抜けられないだと。少し手前で捕まっているのか。厄介だけどもう一つの城門へ攻撃開始したから引き始めたようだな。これであと4部隊。城門破壊して。攻撃は他の城門の破壊待ちなんだぜ。これでもう一つの城門も破壊できるはず。ご命令をください。設備も破壊して万全の体制に。勝家もここまでか。もう少し粘るかなと思ったけど。ご命令を。勝ちは揺るぎますまい。これで勝家をやる準備はできた。最後は三方向から。まさかの反撃でやられたけど。これは計画通りなんだぜ。前方を消耗してる部隊で受け止めさせる策だな。ご命令をください。勝家を撃破して勝利だ。かなり消耗したな。さすが勝家って感じ。上守備の戦働きであったぞ。工場戦はこんなもんだな。半分程度ならいい方か。あとは工場戦 F さんが。我らの勝利。にカラス山城と大正寺城を寝返らせてくれた。朝倉山城と大野城が残っているが、この勢いで攻めるか。もう柴竹は終わりだし。今喜べ。攻め落としたぞ。腰兵糧がありがたい。敵が勝。捕虜はパッといない。この少なさではな。最初から30人くらいしかいなかったからな。織田家分割時のバランスの悪さよ。あとは勢いのまま攻め。朝倉山城主の政宗が降伏してきた。こんなところにいたのか。まあ、受け入れるけどな。こんなところでくすぶっているとはな。もう少し大会に出ていけよ。豊臣家なら出世できそうなのにな。ありがたし。朝倉山城を攻略して残り2つ。続いて松並城攻略。あとは大野城だけだな。これは、はい、初段で。てか、もう織田家以外も初段してるし。もういいだろうよ。西側の戦いの一部を眺めつつ、大野城攻略。柴竹もこれでおしまいなんだぜ。長生きした方かもな。普通ならもう少し早く滅亡してるだろ。生け捕りとしたぞ。選別はいるかな。正直最初期に確認してるんだよな。その時は一人もいなかった。その後流れてきた可能性は捨てきれないか。ゼロに近い数字だと思うけど。はい、いませんでした。お前の地獄でか。地獄が迷惑しそうだな。柴竹と戦ってる間も戦線に異常はなし。まだ豊臣家では織田家に勝てないか。うちはうちで織田家がようやく攻めてきてくれなくなったから、ゆっくりと内政ができる嬉しさがあるけど。
相手にされない悲しさもあるけどな。楽しそうに戦ってるもんな。豊臣家と織田家の戦いを眺めていたら、春政がいた。春政、多分だがいなければかなり苦しい戦いになっていたはずなんだぜ。かなり初期の頃から主力で戦ってくれてたもんな。お前も鬼と戦か。鬼によろしくな。まだやり合ってるし、戦線は動いてないけどな。ここまで互角に戦い続けるのも珍しいかも。そうかもしれんな。普通なら城の一つや二つは奪い奪われしそうなのに。織田家が姿勢だけど、守りきってる恐ろしさよ。ようやく一段落し気配が。じゃあ、動くとするか。織田家は休ませたらダメだからな。こっちの準備も万全だからな。狙いは身の制圧を狙って大垣城。金山をどんどんと強化したいところだからな。お金すごく大事。その通りなんだぜ。ちょっといろいろこねくり回して、一度攻勢が外れちゃってるけど、今が動くべき。再度反転して、戦じゃ。頑張った成果が、威風中止まりなんだぜ。おだけ相手に威風強さんは遠いな。中でも十分と思うしかないな。結構な数ですけど、やるしかないだろ。戦場は完全なガチンコ勝負なところ。厄介だが上撃上撃でなんとかするしかないんだぜ。戦は間違いなしだから、あとはどうなるかだな。高影の4万が黙っていてくれれば助かるけど、あの感じは来るな。軒口守る部隊が弱いな。主力を前に出してきたが中央の軒口が無人なんだが、あれ、まさかの行くしかないか。チャンスだもんな。高影が戻ってるけど間に合わないだろ。のつぶち破壊した。これでここからどうなるかだな。まだ多少優勢くらいだからな。もう一つの木口は厳しいしな。要所制圧と部隊撃破で稼ぐしかないかも。ご命令をください。宇治砲が撤退。稼ぐどころかマイナスじゃないか。厳しい戦いではあるから。宇治テルも、これはかなり厳しいか。なんとか持ちこたえるしかない。宇治政が榊原勢を撃破。これで少し取り戻したか。戦況は依然厳しい状態かも。信勝撃破。そのまま首が取れればいいが、どうせ停戦できないなら首を取ってもいいしな。ダメか。取れたら即勝利だったのにな。どんどん撃破していく。結構押せてきているが、敵が攻勢に出てきたけどなんとかしのぎ切り。要所制圧じゃ足りない。もう一つ取れば。どうかご命令。敵を蹴散らさん。軒口にも届いた。お察しを頂戴した。要所の守りを固め。厳しかったけどなんとか勝利。勝てなかったらヤバかったんだぜ。上には上がおると知るな。かなりの存在で、ある意味関ヶ原かな。場所が整ってればな。敵将、捕虜は初段だ。桃地さんが行くのは助かるかもな。厄介なのがまた一人消えた。ないわい。あとは威風中さんが。我らの総理、世に知らせ。大垣城と沢山城を寝返らせてくれた。お谷城じゃないのか。そこはな。まあこの二城でも十分ではあるが。なんじゃと。というわけで柴田家を滅ぼし織田家に大勝したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。